方言の乱は、最近の方言元年7月に、行位崩壊問題や、石棺化の内紛により、朝廷が、後白河天皇法とストック上皇方に分かれ、双方の衝突に至った政変である。ストック上皇法が敗北し、ストック上皇は、さぬきに配慮された。この朝廷の内部構想の解決に、武士の力を借りたため、武士の存在感が増し、後の約700年にわたる、 武家政権へつながるきっかけの一つとなった。英治元年12月7日、賭法王は藤原明子との子であるストク天皇を退位させ、長愛する藤原徳子との子である唐田仁志新郎を即位した。唐田仁志はストクの中宮の藤原聖子の養子であり、皇太子のはずだったが、上位の戦病にはスメラフト弟と,と記されていた。天皇が弟では、 将来の陰性は不可能であり、ストックにとってこの上位は大きな異根となった。翌年には、徳子図書の権威で大権門院は出家に追い込まれ、ストックの外籍である、官陰流特大寺家の勢力は後退した。一方、官陰流三上家や中見角流、村上源氏の苦業は、徳子とそのいとこで、蕎麦法王第一の長身と言われた藤原家成に接近し、 正解は体験門委員派と微服門委員派に二分される。両派の対立は、人事の停滞を招き、法演四年に、藤原宗忠が辞任してからは、右大臣が、旧安三年に、源の有人が辞任してからは、左大臣も空席となり、大臣は一人のみという状況になった。白川陰性下で不遇であった。石関家は、蕎麦陰性が開始されると、藤原忠三家の女、 安子が、賭場上皇の日となり、息を吹き返した。関白の藤原忠道は、後継者に恵まれなかったため、伊母帝の頼長を養子に迎えた。しかし、工治2年に元ザが生まれると、忠道は、石関の地位を自らの子孫に継承させようと望み、忠実、頼長と対立することになった。旧安6年正月4日に、この絵天皇は元服の式を挙げると、 同月10日には、より長の幼女、他氏が、受代、19日に女吾となった。しかし2月になると、忠道も、藤原これ道の女で大場にあたる美福門院の幼女となっていたしめを改めて自身の幼女として、迎えた上で、とば法王に立候できるのは、石棺の女子に限ると相乗、しめの受代を示唆した。劣勢のただ道は、 微福門院と連携することで摂棺の地位の保持を図ったのである。当の賭博王はこの問題に深入りすることを避け、他氏を皇后、締子を中宮のとすることでことを収めようとしたが、忠実、より長と忠道の対立はもはや修復不能な段階に入っていた。同年9月、一連の忠道の諸行を腹に据えかねた、忠実は大殿の権限で、 富士市長者家電の宝物である出記台板を、設計制定の東三条土の諸とも接収すると、忠道の富士市長者を剥奪して、これをより長に与えたばかりか、忠道を偽絶するという虚に出る。しかし、蕎麦法王は、今回もどちらつかずの曖昧な態度に終始し、忠道を関白に留任させる一方で、より長には内乱の戦時を下した。ここに関白と内乱が並立する。 前代未聞の陳次が出来することになった。内乱となった頼長は、旧義復興、後期粛清に取り組んだが、その過熱で妥協を知らない性格により、悪サフと呼ばれん謹慎との圧力を生むことになる。二平元年には、藤原家成の邸宅を破却するという事件を引き起こし、蕎麦法王の頼長に対する心象は悪化した。このような中、二平三年に、この天皇が、 重病に陥る。後継者としては、ストックの第一王子、重人親王が有力だったが、忠道は、美福門院の養子、主人への上位を法王に創上する。当時、この絵天皇と面会できたのは、関白忠道ら極限られた人に限られており、芳法王は忠道が権力を独占するために嘘をついていると信じて、この提案を拒絶。 トバ法王の忠道に対する心象は悪化した。しかし、美福門院と忠道は、ストックの陰性を阻止するために、主人擁立の実現に向けて、動き出すことになる。92年7月23日、この絵天皇は崩御する。後継天皇を決める王者議定に参加したのは、源の正々と三条公共で、いずれも美福門院と関係の深い苦行だった。 候補としては、重人親王、主人親王、し内親王が上がったが、主人親王が即位するまでの中継ぎとして、父の正人ひとが立退死しないまま29歳で、即位することになった。主人はまだ年少であり、存命中である実父の正人を飛び越えての即位はいかなものかとの声が上がったためだった。突然の正人と擁立の背景には、 正人の乳母の夫で近親の親税の作動があったと推測される。また、幼少の主人が即位をして、その成人前に法王が崩御した場合には、健在である唯一の因となるストック上皇の辞典、陰性が開始される可能性が浮上するため、それを回避するためにも正人が即位する必要があったとも考えられる。この重要な時期により長は、 妻の服務のため朝廷に出資していなかったが、すでに世間には、この上天皇の死は、忠実、より長が図そしたためという噂が流されており、事実上の失脚状態となっていた。忠実はより長を謹慎させ、パイプ役である、カヤインを通して、法王の信頼を取り戻そうとしたが、12月にカヤインが死去したことでその望みを断たれた。新体制が成立すると、後白川と、 藤原金子、主人と古内親王の婚姻が相次いで行われた。金子は大権門院及び、より長室の実家である特大寺家の出身で、古内親王は美福門院の娘だが、元古内親王の勇士となっていた。大権門院派と美福門院派の亀裂を修復すると、共にストク、より長の支持勢力を切り崩す狙いがあったと考えられる。ところが、 新体制の基盤がまだ固まらない。方言元年5月、芳葉法王が病に倒れた。法王の権威を盾に、ストク、頼長を抑圧していた、微福門院、忠田田道、陰近神にとっては重大な政治的危機であり、陰周辺の動きはにわかに慌ただしくなる。区間賞によれば、政情不安を危惧した、藤原胸吉が、今後の対応策を促したのに対して、病床の芳葉法王は、 源のためよし、平野清盛ら北面武士十名に裁紋を書かせて、美福門院に差し出させたという。ためよしは忠実の家人であり、清盛の暴夫、忠盛は重人親王の貢献だった。法王死後に美福門院に従うかどうかは不透明であり、法王の存命中に前もって、法王の要体が絶望的になった6月1日、法王のいる、 トバ殿を、源の三安、平政権を中心とする有力北面、後白川の里代理、高松殿を、川内源氏の源の義とも、源義安が、それぞれ随病を率いて、警護を始めた。それから一ヶ月後、七月二日猿の時に、トバ法王は放御した。ストック上皇は、臨終の直前に見舞いに訪れたが、対面はできなかった。古事団によれば、 法王は、側近の藤原おもん味方に、自身の遺体をストックに見せないよう言い残したという。ストック上皇は憤慨して、突端中殿に引き返した。葬儀は、鳥の時より、少数の謹慎が取り行った。方言、平時合戦図屏風館から出る黒い鎧の武者が、平の清盛蕎馬法王が崩御してほどなく、事態は急変する。七月五日、上皇作不動心して、 軍を発し、国家を傾け立て乱とを発すという風文に対応するため、直命により、ケビー氏の平元森、平これしげ、源義康が招集され、京中の武士の動きを停止する措置が取られた。翌6日には、頼長の命で刑に潜伏していた容疑で、山と源氏の源の近地が元森に捕らえられている。法皇の初7日の7月日には、忠実、頼長が、 荘園から訓病を集めることを停止する、後白河天皇のご教書が諸国に下されると同時に、倉人、高階春勢と源義朝の随病が東三条殿に乱入して邸宅を木管するに至った。木管は、無本人に対する財産没収の刑であり、より長に、無本の罪がかけられたことを意味する。富士市長者が無本人とされるのは、前代未聞であり、 石管家の家師である、平信則は、司祭筆端に尽くし形と外端している。この一連の措置には、後白河天皇の勅命、臨時が用いられているが、実際に背後で全てを取り仕切っていたのは、側近の神勢と推測される。この前後に、忠実、より長が何らかの行動を起こした様子はなく、武士の動員に成功して圧倒的優位に立った、後白河主人陣営が、 あからさまに挑発を開始したと考えられる。忠実、より長は追い詰められ、もはや兵を挙げて、局面を打開する以外に道はなくなった。7月9日の夜中、ストック上皇は、少数の側近と共に、突タ中殿を脱出して、落刀白河にある元来ない新郎の御所に押し入った。平反期同日上には、上撃となす、真相知らずとあり、茂人新郎も同行しないなど、 その行動は突発的で予想外のものだった。ストックに対する直接的な攻撃はなかったが、すでに世間には上皇さ不動心の噂が流れており、蕎麦にそのまま止まっていれば拘束される危険もあったため、脱出を決行したと思われる。白川は楽中に近く軍事拠点には不向きな場所だったが、南には兵士の本拠地、六原があり、 自らが新たな自伝の君になることを宣言して、北面最大の兵力を持つ平野清盛や、巨州を明らかにしない、貴族層の指示を期待したものと推測される。10日の番頭、頼長が宇治から上落して、白川北殿に入った。無本人の落印を押された頼長は、挙兵の正当性を得るために、ストックを担ぐことを決意したとみられる。白川北殿には、貴族では、 ストックの側近である、藤原のりやよりの母方の縁者である、藤原森則常則の兄弟、武士では、平賀広し、玄ため国、源のため平忠政まさ、玄、来賢などが集結する。武士は、ストックの従者である家広し、異国を除くと、ためと忠政が、忠実の家人、来賢が、石関家領た、ストックの武士は、 摂関家の紙幣集団に限定され、兵力は甚だ弱小で劣勢は明白だった。ストクは今は亡きただ森が、茂人新郎の貢献だったことから、清森が味方になることに、一縷の望みをかけたが、茂人の乳母、池前には、ストク方の敗北を予測して、この寄森に清森と協力することを命じた。白川北殿では、軍議が開かれ、源のためともは、 高松殿への野衆を検索する。頼長はこれを知りけて、真実率いる幸福寺の悪僧集団など山とからの援軍を待つことに決した。これに対して、後白河、主人陣営も、ストック上皇の動きを、これ日来の風文、すでに露見するところなりとして、武士を動員する。高松殿は警備していた、源義朝、源義康に加え、平の清盛、 源頼政、源重成、源君、平神剣、平惚れが続々と招集され、軍、文化のことしと、軍病で埋め尽くされた。同日、忠道、元座根フ氏も参入している。なお、区間賞、方言物語、帝王編年期には、苦行が次々に散大したと記されているが、平半期7月11日上には、苦行並びに、金賞不散とあり、 旧より長派の内大臣、特大寺佐義が、軍勢出撃後に姿を現しただけである。大半の苦行は、蕎麦法王の服も口実に出資せず、情勢を生還していたと推測される。清盛と義朝は、天皇の午前に呼び出され、作戦を創上した後、出撃の準備に入った。区間賞によれば、新勢、義朝が、先制攻撃を強行に主張したのに対して、 ただ道が春巡していたが押し切られたという。7月11日未明、清盛率いる三百余期が二条王子を、吉友率いる二百余期が、大井の三王子を、吉康率いる百余期が、この世王子を東に向かい、虎の時に上皇方との戦闘の火蓋が切られた。後白河天皇は、新京賢治と共に、 高松殿の隣にある東三条殿に移り、源の頼盛が数百の兵で周囲を固めた。戦闘の具体的な様子は、方言物語に頼るしかないが、上皇方は、源のためともが得意の号泣で、獅子奮陣の活躍を見せ、清盛軍は、有力老党の藤原忠名を、山田忠行が犠牲となり、吉友軍も五十名を超える死傷者を出して、撤退を余儀なくされる。 ためともの号泣は後年、負傷した大馬毛吉が我が朝無双の弓矢の達者なりと称賛しており、事実であったことがわかる。なお、方言物語には白川北殿の門での激闘が記されているが、実際には鴨川を挟んでの一進一退の攻防だったと推測される。攻めあぐねた天皇方は荒手の軍勢として頼政、よりまさ、しげなり。 神剣を投入するとともに、吉友の検索を入れて、白川北殿の西隣にある、藤原家成邸に火を放った。辰の時に火が白川北殿に燃え移って上皇方は、総崩れとなり、ストク上皇や頼長は御所を脱出して、行方をくらました。天皇方は、残敵相当のため保守寺を捜索するとともに、ためよの遠学寺の住居を焼き払う。 後白川天皇は戦勝の知らせを聞くと、高松殿に官迎し、馬の時には清盛、吉友も帰参して、戦闘は終結した。り長の敗北を知った忠実は、宇治から南都へ逃亡した。合戦の勝利を受けて朝廷は、その日のうちに、忠道を富士市長者とする戦時を下し、先行のあった武士に恩賞を与えた。清盛は、針馬守る。 吉友は右馬号の神に部任され、吉友と吉安は内省伝を認められた。富士市長者の地位は藤原道長以降、接管家の課長に決定権があり、天皇が任命することはなかった。ただ道も外部から介入されることに不満を抱いたためか、喫実に受けると称して辞退している。13日、逃亡していたストック上皇が任那寺に出頭し、 同母帝の里市政法新郎に取りなしを依頼する。しかし、里市政が申し出を断ったため、ストックは官兵ホームの9房に移り、源の重なりの監視下に置かれた。より長は合戦で首に矢が刺さる重傷を負いながらも、傷側を遡って何とまで逃げ延びたが、忠実に対面を拒絶される。やむを得ず母方のおじである尖閣の房に担ぎ込まれた、ものの、 手の施しようもなく、十四日に死去した。忠実にすれば、乱と無関係であることを主張するためには、より長を見捨てるしかなかった。ストクの出頭に伴い、藤原則り長や源のためよしなど上皇方の貴族、武士は続々と投降した。上皇方の中心人物とみなされた則り長は、厳しい尋問を受け、新院のご在所において、軍病を精鋭も受け、国家を、 決めたて祭らんと欲する司祭、身により便事毛布瀬と自白を強要されたという。15日、南都の忠実からただみちに書状が届き、朝廷に提出された。石関家の事実上の総帥だった、忠実の管理する書量は膨大なものであり、没収されることになれば、石関家の財政基盤は崩壊の危機に瀕するため、ただみちは、父の赦免を申し入れたと思われる。 しかし、忠実は、当初からより長と並んで無本の長本人と名指しされており、朝廷は罪人と認識していた。17日の諸国史宛て臨時では、忠実、より長の所領を木管すること、区業以外の預かり証を開役して、国史の管理にすることが、18日の忠道宛て臨時では、宇治の所領と平等院を忠実から木管することが、命じられている。なお臨時には、 長者取るところの荘園においてはこの限りにあらずと、留保条件は付けられているが、逆に言えば市長者にならなければ、荘園を没収するということであり、ただ道に市長者の受諾を迫る意味合いもあった。19日、ただ道は引き延ばしていた、市長者の戦時を受諾し、20日には忠実からただ道に、宇治電量100よその荘園目録が送られる。石棺化量荘園は、 忠実から忠道に譲渡する手続きを取ることで、かろうじて没収を免れることができた。ただし、より長領は、木管され、後白河天皇の御飲料として、後の長行動領の基軸となる。方言物語には忠実の断罪を主張する、神勢に対して忠道が激しく抵抗したという、逸話があり、石管家の弱体化を目論む神勢と、権益を主主しようとする忠道の間で、 せめぎ合いがあった様子がうかがわれる。23日、ストック上皇は、さぬきに入るされた。天皇もしくは、上皇の入るは、藤原中丸の乱における、順任天皇の淡路入る以来、およそ400年ぶりの出来事だった。ストックは二度と計の地を踏むことはなく、8年後の長官2年に、この世を去った。重人親王は、勘が勝の弟子として出家することを条件に、 不問とされた。27日、大乗天皇並びに前、左大臣に同意し、国家を決めたて祭らんと保守として、より長の子息や藤原のりながらの貴族、源、ためよし、平忠政、平家広白の武士に、罪名の戦時が下った。忠実は、高齢と忠道の奔走もあって、罪名宣言を免れるが、落北地即院に、幽兵のみとなった。 武士に対する処罰は厳しく、クスコの変を最後に公的には行われていなかった。死刑が復活し、28日に、ただまが、30日にためよと、家広氏が、一族諸とも首された。死刑の復活には、疑問の声も上がったが、放送類理を表すほどの法知識を持った、神税の祭壇に反論できる者はいなかった。貴族は、流罪となり、8月3日に、 それぞれの入る先へ下っていった。ただ一人逃亡していた、ためともも、8月26日、大海に潜伏していたところを、源の重貞に捕らえられる。方言物語によれば、武勇を惜しまれて減刑され、伊豆大島に入るされたという。こうして天皇方は反対派の排除に成功したが、宮廷の対立が武力によって解決され、数百年ぶりに死刑が執行されたことは人々に、 衝撃を与え、実力で敵を倒す中世という時代の到来を示すものとなった。辞縁は、愚冠省においてこの乱が、武者の世の始まりであり、歴史の転換点だったと論じている。この乱で最大の打撃を被ったのは、石棺家だった。ただ道は、関白の地位こそ保持したものの、その代償はあまりにも大きかった。武士、悪僧の預かり諸海役で、 小園管理のための武力組織を解体され、より長領の木管や市長者の戦時による任命など、所領や人事についても天皇に決定権を握られることになり、自立性を失った、摂管家の勢力は大幅に後退する。ただみは、方言3年4月の藤原信頼との相乗事件では、一方的に攻めを負わされ閉門処分となり、同年8月の後白川天皇から、 主人親王への上位についても全く関与しないなど、周囲から軽んじられ政治の中枢から外れていった。乱後に主導権を握ったのは、新税であり、方言申請を発布して、国政改革に着手し、大代理の再建を実現するなど政務に落腕を振るった。新税の子息もそれぞれ弁官や、大国の受領に抜擢されるが、新税一門の急速な台頭は、 旧来の陰近親や貴族の反感を買い、やがて広範な反神税派が形成されることになる。さらに、陰近親も、後白河上皇を支持するグループと二条天皇を支持するグループに分裂し、朝廷内は三つどもへの対立の様相を呈するようになった。この対立は平時元年に朝廷に達し、再度の政変と武力衝突が勃発することになる。貴族武士、 清盛軍の武士、吉友軍の武士貴族等武士総領、うるう9月18日、朝廷は新体制の確立を図るために、方言申請を発令するが、それに先立つうるう9月8日に、以下の戦苗を作成して、岩清水、八幡宮に、乱の勝利を報告した。小白川天皇戦苗案、平安遺文百四十八読み下し文。前、左大臣、藤原よ長村、 一へに暴悪を匠み、緑に逆説を図りで、大乗天皇を進めそうして、天下を上乱し、国家を図りごと危うするのよし、云々の説、後橋王子。しかるまさる七月九日の夜、大乗天皇ひかに上乱の利休を入れて、たちまちに、落刀の旧院に幸いして、戦場をそのところに締め、軍人を、その中に結びて、より長あそと、王上霊の軍を成して、 凶悪の計りごとを企みず。ここによりて、同十一日、京都を伏せがんがために官軍を差し使わす。思考して、僧病の鎮後により、社職の名助をこうむりて、無本の矢から、すなわちもて退散死ぬ。より長あそんは流れ屋にあたりて、その命を追いに来。これすなわち神の忠するところなり、誠に、人のせいにあらず。二十三日に、 大乗天皇は、佐野帰国に、戦争したて祀る。その外の東塁、あるいは警官に仰せて召し捕らえ、あるいは王家に返して帰福す。すなわち、妙暴博士等をして、初頭の罪名を、カンサルシムルに、首重な気の律により、拡残刑に処すべきの良しを総せり。しかれどもことに念ずるところあり、右この絵大将、藤原県庁アソニーカ十三人をは、 一等を厳じて、恩愚の罪に収めたまう。合戦の矢から、三位タイラー村中定以下二十二号は、戸籍を公認に考え、辞儀を奮形になえて、かつ、法律のままに残罪に処せり。それ法令は、巨族の始めなり。定罰は、懲悪のもとなり。もし寄せをもきによりて、有事、食高きがために言うむれば、中夏を収めがたく、五婚をも懲らしめがたからむ。 これめっかちみのために行わず、ただ国家に私なからむとなり。医薬、前、左大臣の藤原頼長は、ひたすら悪事を凝らし、理由もなく、反逆を企んで、大乗天皇をそそのかして、天下の秩序を乱し、国家を転覆しようと図っているという噂が、世上に飛び交った。そのような中、去る7月9日の夜に、 大乗天皇が、密かに城南の離宮を出て、落刀の旧院に身行きして、そこを決戦の場所に定め、武士を集めて頼長と共に、狼の群れのようになり、凶悪な暴力を企てた。これに対して11日、京都を防ぐために官軍を派遣したところ、祖先の霊病の加護により、土地の神の助けをいただいて、謀反の輩からは退散した。頼長は流れ屋にあたって、その生命を終えた。 これは、神の罰であり、誠に、人のなしたことではない。23日、大乗天皇を、さぬ帰国に入るした。その他の刀類も、ある者は経理に捉えられ、ある者は天皇の徳に従って降伏した。妙暴博士らに、相当の罪を検討させたところ、主犯、重犯の区別はしないという律の規定により、皆残定に処す要素上があった。 しかし特別に思うことがあり、右この絵大将の藤原県長以下13人は、罪一等を厳じて、恩での罪とした。戦闘員である、平忠し定以下20人は、公認の先例に習い、苦行らに諮問して、法律のままに残罪に処した。そもそも法令は、宗族を統制するはじめである。刑罰は悪を懲らしめる基本である。もし関係の深さで優遇し、 感触の高さを理由に有名したりすれば、天下を治めるのは困難になり、後世の者も厳罰を加えることができなくなる。これは、私のために行うことではない。国家に指示はないのである。内容は、乱の責任は、ストック上皇とより長にあり、より長が流れ屋にあたって死んだことを審罰として、上皇の入ると、その他の者の処罰も国家による法に則った承知と、 するなど、天皇方の勝利宣言と言えるものだった。この朝廷の認識は、配慮された藤原則長ながらが帰京を許され、より長のこの市長が、後白川法王の側近になっても変わることはなかった。しかし、案元2年に、謙春門院、高松院、六条院、九条院など、ご白河や忠道に近い人々が、相次いで死去し、翌安元3年に、延暦寺の豪祖、 万元の大化、獅子型にの陰謀といった大事件が勃発するに及んで、朝廷では方言の乱の怨霊によるたたりと恐怖するようになる。7月29日、後白川は方言の鮮明を破却し、サヌキンの陰謀をストクインに改め、より長に小一位大城大臣を追増することを命じた。方言の乱が終結して、およそ20年後のことだった。古事には、 不死の対立の原因として、ストック天皇が白川法王の子であり、鳥羽法王は、ストック天皇を、おじこと呼んで意味切っていたという逸話が記されている。この逸話について、史実とする説と風説に過ぎないとして否定する説がある。また、鳥羽法王とストック天皇の政治的対立の存在を指摘する研究もある。さらに、藤原明子の時代は、白川法王が、 トバ天皇と自分との間の連絡役になることを期待したもので、法王とアキコの関係も、小児団が伝える、男女関係ではなく、政治的な意味合いが強かったこと、さらに、アキコの養父であった白川法王こそが、ストック天皇の外祖父であったとする指摘もある。彰福の男子がいたが、母の身分が低いためか、早くに出家している。通説では、 忠道が頼永との約束を破ったと返されているが、樋口健太郎は本来は忠道に男子が生まれれば、頼永はその子が成長するまでの中継ぎになる予定であったが、白川院政下で失脚していた忠実が復権すると、頼永の貢献となったために、忠道、頼永の関係が微妙になった。そこに、元と根が生まれたことに、危機感を覚えた忠実、頼永は、頼永の子である。 県庁を忠道の養子に迎えさせて、石管家を忠道より長県庁に継承させて、忠道の子孫を石管家の継承から排除して、元座根には、かや院の養子としてその所領を継承させようとした。忠実、より長から約束破棄を強要された忠道と彼に仕える、家政職員はこれに反発して、忠実、より長と対立することになった。 と解いている ISBN978 から4から642029483第2部第1章第3章第3部第1章各論文三章樋口健太郎中世前期の石棺家と天皇諸州中世王権の形成と石棺家 i s b n 七十八から四から6 4 2 0二九四八3二千十八年 p 十八から三十 ありの父を置きながら、その子即位の例なし、佐伯木智広、飛イ院世紀の王家と、皇位継承、初集佐伯、中世前期の政治構造と、王家 ISBN978 から4から13から026238から五。なお、佐伯は、もう一つの理由として主人が、微服門院の用紙の形で即位すると体験門院、及びその子場の所領に関する権利を失い、 王家及びその所領の分裂にもつながりかねないため、体験門院、正人、主人の系統を維持する必要があったと説く。ためよしについては、石関家の家人であり、北面ではないとする見解が一般的であるが、区間省に北表と明記され、飲酒祭のやぶさめ行事や、豪素防御にも登場することから、北面に在籍していたとする説もある。この警備については、 この上天皇の崩御時と同様に、混乱一般の防止にあったとする説、動員の規模が大きく、高松殿も警備の対象になっていることから、法王没後に、ストック上皇や藤原よ長が兵を起こす危険に備えたという説がある。ただし、後白河天皇も、ストック上皇同様に法王の見舞いにも死後の対面にも行っておらず、ストック上皇のみを拒絶の対象にしていたわけではないと、 する指摘がある。法王の遺体を棺に収めたのは、新勢藤原おもんみか藤原成り源か、厳守権、源、三つ安、藤原慎介、藤原信隆、公会、森明の8名だった。その後の政治的動向を見ると、新勢とおもんみ方が主導的立場にあったと思われる。なお、背後で格索したのは、ただ道とする説もあるが、 より長を追い落とすためとはいえ、石関家の威信を失墜させる、視聴者の無本人認定という措置に踏み切れたかどうか疑問が残る。一方、親税は低い身分からの叩き上げで死刑復活や自社統制を断行するなど伝統や権威に縛られない人物だった。石関家に対しても異形の念はなく、むしろ倒すべき障害と認識していた可能性もある。 当時誠に無勢になり、勢いづくななる者ども、方言物語では、ためともだが、具官賞ではためよしが検索したとする。ただちの春春の本質について、川内昌介は合戦そのものへの春春と解き、山田国和は、幼稚という戦術に対する春春と解いて、軍事行動にはむしろ積極的であったとする。山田は幼稚につきものであった放火によって、 発祥寺などの六章寺が炎症した場合、貴族社会内部からの反感を買うことを危惧したと見る。東三条殿に一時的に皇居を移したことについては、高松殿が手狭で、軍事拠点に不向きだった、石棺家の屈服を示す狙いがあった、クスコの変、上和の変の洗礼に従ったなどの説があるが、正確な理由は不明である。方言物語は、ためともと吉の戦闘を、 白川北殿の門内とするが、あず鏡は、大井の帝角河であったとする。山田国和は、ストック上皇が代理のある高松殿の周辺、より長も平安系を横断するという目につきやすい経路を用いて逃亡しているのに、残敵相当の指揮に当たった義友がこれを、考慮しなかったことを指摘し、手抜かりというレベルですらあるまいとして、義友を、 十二十期の指示といった小競り合いに長けているだけの無能力な人物と酷評している。平野清盛に比べて恩賞が少なかったことに不満を抱いた源義朝が後に平治の乱に加担することになったとされているが、これについては現任の官位と比較すれば明らかに昇進しており、かつ川内元氏で初めてうち昇殿が認められた、義朝は厚遇された恩賞を受けていたとする。 元木康夫の説と、この時代には、無本の鎮圧の功績に対する恩賞の基準が、すでに確立されており、その基準に当てはめると明らかに低いもので礼遇された、恩賞であったとする、古沢直人の説がある。ハットとはいえ、現任の富士市長者であった頼長が無本人として、逃亡して、忠道に長者を譲ることが不可能である以上、忠道には、 天皇の戦時による富士市長者任命を受諾する以外の選択は最初からなかったと言える。なお、樋口健太郎によれば、富士市長者の戦時による任命が定着するのは、その後の摂関化の分裂による内紛の激化を原因としており、この案件とは別の問題であるとする、初週、樋口中世王権の形成と摂関化、 ISBN 978から4から642029483。平飯期8月4日上には、ただフッツとフッツとの表情。4人、サタに及ばざるかとある。フッツは出家者のことであり、親税と微服門院を指していると見られる。京都大学図書館所蔵、下付の死刑図に、実春の名があり、その傍中に、鶴が守る、平宗ザの養子となり、 生命を改めたと記されている。東国の武士は朝廷が国画を通して動員しており、吉友と主従関係にない武士も多く含まれていたという指摘がある。ありがとうございます。